本日は時節柄ご多忙にもかかわりませず、一度も集英社に温かいご支援ご協力を頂戴し、心より御礼申し上げます。それでは贈呈式にご紹介させていただきます。なお審査委員の先生方はご着席のままで結構でございます。まず手塚賞審査委員の先生方です。まず手塚賞より発表させていただきます。平成9年下期ストーリー漫画部門第54回手塚賞応募作品総数おめでとうございます。どうぞステージにお進みください。それでは表彰状の贈呈です。賞状準入選佐藤大輔殿、平成9年度下期第54回手塚賞に応募されたあなたの作品25メートルは審査委員会の厳正な選考の結果準入選に決定しました。ここに賞状と賞金を送り表彰をします。平成9年12月15日株式会社集英社代表取締役社長小島です。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞご覧ください。続きまして、表彰状並びに記念の盾、副賞賞金の贈呈です。賞状、佳作、丹羽秀平殿、以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞご覧ください。同じく、手塚賞状、佳作、小山響殿、以下同文です。おめでとうございます。同じく手塚賞佳作、忍者黒賞状、佳作、小田秀則殿、賞状、佳作、鬼芝博士殿、以下同文です。おめでとうございます。以上、5名の方が手塚賞を受賞されました。ギャグ漫画部門、第47回赤塚賞、応募作品総数142編の中から、佳作3作品をご紹介いたします。赤塚賞佳作お一人目は霧ヶ峰喜劇団をお書きになりました霧ヶ峰亮さんです。どうぞ。
峰亮殿、平成9年度下期第47回赤塚賞に応募されたあなたの作品霧ヶ峰劇団は審査委員会の厳正な選考の結果佳作に決定しました。ここに賞状と賞金を贈り表彰します。平成9年12月15日株式会社集英社代表取締役社長取締役その他についてお話をさせていただきます。全体にわたっていろいろ出た意見なんですけれども、まず今回は非常にレベルが高いんじゃないかということがまず話しされました。今日お褒めになってませんけど、大沢審査員なども、出席できなくて残念だけど、今日はもうぜひ出ていろいろやりたかったという口添えなどもございましたし、まあ、いずれにいたしましても全体的にレベルが高いということが一つあります。で、2つ目は、それと同時に作品そのものと、それからまた書かれた方たちが、17歳から20何歳までというような形で、10代がですね、お二人もいらっしゃる。そういう意味での全体 の、 作者もバラエティならば作品もバラエティに富んでいたということで、これが2つ目です。で、3つ目は今度は、非常にユニークな絵柄が多いということ、これもまた今回の特徴ではないか。だけれどもユニークな絵柄があるということは逆に言うと好き嫌い、あるいは審査員自身もですから好き嫌いがありますから、その好き嫌いについてもだから随分論議されました。だからちょっと今弱くなっただけの話です。だからマガジンと比べてというよりも、実際に皆さんもマガジンと少年ジャンプを比べてみてください。それでやっぱりまさにこちらの考えてきた友情努力勝利というものがもうこの方がちょっと出てるかなという感じがするんじゃないか。だけど改めてまたジャンプの皆さんたち、そういう皆さんたちのやはり力、若い力によって少年ジャンプというものがさらにジャンプし飛躍していく、そしてさらに勝利を得ていくというような形、その可能性というものが今回の受賞の皆さん方の中には見られるということ、これが強く審査員の胸を打ったことだと思います。本当に今日はおめでとうございました。佐藤治虫先生お願いいたします。じゃあ審査経過を、簡単に説明します。今回赤塚賞選考で、佳作が3本出ています。霧ヶ峰喜劇団、これは何、というかギャグを、段階的にいろいろ並べてということ で、 それでその中で作品の中で先生方がこれが面白いこれがいいっていうのがそれぞれみんな個性があるんですけども、その中のツボについたのが一つずつ入ってたということで、総合的にまとまりがいいんじゃないかということでこれが入りました。それで佳作、次が、ビバ、デコボコツインズ、彼の場合はギャグというギャグというギャグではないんですけども、とにかく絵柄が綺麗で丁寧に描いてある、あとストーリーもしっかりしているということで、今回入っています。次にロマンチックイリュージョン、後が出ますよ。彼の場合はいわゆるギャグの本堂というか、二頭身の、少年がいて、繰り広げるという形で、それでギャグのテンポも割と良くて、後半が盛り上がったんですけども、いまいちこうまとまりに欠けるということで、佳作ということになりました。今回3つ、入りましたんですけども、
総合的に言ってちょっとあの厳しい言い方になるんですけども、レベル的にようやく入ったというところなんです。実は一番あの赤塚賞で困るのは、絵が上手でストーリーも上手でっていう方が時々応募されてくるんですけども、絵がすごく描けて、ストーリーもいいんですけど、ギャグが、肝心のギャグが抜けてるっていうことで、で絵柄がうまくてストーリーもうまいと落とすわけにもいかないし、佳作かなということで審査員の方々が悩むんですけども、本来の、赤塚賞というか、ギャグというものはやはり絵柄も大切ですけども、やはりアイデアですね。で最近 の, あの傾向を見ましてですね、やはりお手軽のギャグというか、まあ、テレビとかああいう影響かもしれないんですけども、すごくギャグが薄っぺらになっている、つまりあの友達同士に書いて見せて笑ったりとか、ある一定の人には面白いけども他の人はもう全て置いてっちゃう、僕らだけ分かっていればいいっていうギャグがここのところちょっと多かったので、そのためにもあのいわゆるギャグというものをもう一度、皆さんに考えてもらいたいということを、ご紹介したようです。前回の受賞作品が4個まであった影響か、ショート形式での応募作品が多く見られました。内容はバラエティに飛んでいた反面、全体的にパワー不足が目につきました。両賞とも新人らしい熱く元気のある作品を望みます。今後の検討をお祈りします。以上、赤塚先生のメッセージをご紹介させていただきました。これからも頑張って楽しい漫画を描いていきたいと思います。ありがとうございました。受賞者の皆様にもう一度温かい拍手を送りください。それではここで集英社代表取締役、今日は15日でございまして、あと半月、今年も暮れようとしています。年末お忙しい中を、まあ、皆様おいでいただきまして本当にありがとうございました。作家の方々、関係者の方々、そして報道の方々、ありがとうございました。先ほど来、審査をしていただいた先生から本当に温かくて、それから厳しくて、それから将来に対して、非常に期待を込めてお話をいただきました。受賞者の皆様、改めて、おめでとう申し上げたいと思います。まあ、それから阿部先生のお話が大変印象的でございまして、私がちょっと今日触れようと思ったことは、阿部先生に全部言っていただきまして、山を一つ征服したわけですが、また次の山を目指して今、着々と準備をしていると、新しい作品、新しい先生方、こぞって、来年度また素晴らしいその登山をしたいと今準備をしております。そんなわけでお送りください。集英社、ジャンプ編集部、本日は、本当に、重ねてお礼申します。これから、ちょっと場所を変えまして皆様と一緒に楽しい、ひととき、送りたいと思うんですが、まあ、忘年会を兼ねまして、どうぞ時間の許す限りごゆっくりしていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。以上をもちまして第54回というのは
茶です。まず今回の伊藤さん、まず喜びの声を一言。それはもうやっぱめちゃくちゃ嬉しいですね。なんていうか、まあ、全然そんなショーとかそんな全然考えてなくて、とにかく出してやれっていう感じで出したやつが入ってしまったんですけど、行動してみるもんだなと。応募されたの初めてですか？何回か応募されたんですか？ファンのところにはちょっとしたんですけど、まあ、今回のこの受賞作なんですけども、まあ、一番どの部分を見てほしいと思いますか？やっぱこの友達っていうか、それがなんか、出なくなるっていうのがちょっと最初思いついたので、いろいろ自然破壊がどのコーナーとか、いろいろそこにつけてくれたっていう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうも。そうなんでいいんですか？すいません、ありがとうございます。視線はこの私の方、この人間を。はい、じゃあいつでもどうぞ。まず今回の、受賞された喜びをお聞かせ願いますか？この賞に入選してまさか出して賞に入ると思わなかったんで本当にびっくりしてます。今回ですね、受賞された作品の一番見てほしい部分というのはどんなことですか？一番最後のなんかこの展開がアイディア頑張ったので、そこを見てほしいです。お名前なんですけど、ペンネームで修平さんという男性の名前をつけてるんですけど、これ何か意味があるんですか？まずあんまり自分の本名が好きじゃなかったっていうのもあるんですけど、少年誌出すんだったら男の人の名前で出したいと思ったんでつけました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、行きます。じゃあ、OK で。ですか？どうぞ。あ、どうも、小山由美と申します。まず、今回の受賞された喜びをお伺いしたいと思います。そうですね。自分がすごくオートバイ大好きなんで、それを使って自分がやっぱり関心持ってる恋愛ドラマっていう形で、先ほどやっていきたいっていうことで、今回やってました。前回ちょっと、SNS 賞で最終候補で終わっちゃったんですけれども、その作品を手直しして、もう何が何でもこれで撮りたいということで、何度かこうやって結果を出すことができまして。じゃあ何度か応募されてた？そうですね、何度もやって、そうですね、もう2年近くかかって、ようやく、はい、結果を出すことができまして。一番今回の作品でこれ、ね、見てほしい部分ってどんなことですか？そうですね、やっぱり今回これだけバイクがいっぱい書いてありますので、やっぱりバイクアクションということをやっぱり念頭に置いて、あと主人公の男の子と女の子の恋愛ドラマっていうのをやっぱりこれから軸にして書いていきたいので、その2本立てで見ていただきたいですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。大丈夫です。
今回受賞された喜びをまずお伝えしてもらいます。担当の人が、編集部の人がついてたんですけど、無駄に出してしまって、もうなんかとか思ったんですけど、まあ、受賞できて、すごい意外っていうか、嬉しいです。今回応募されたのは初めて？いや、2回目です。2回目なんです。今回の受賞作で一番この見てほしい部分というのはどんなところなんですか？いや、絵を、まあ、他の人とは違うようなものが見たかったんで、やっぱりあの文章とかありますけど、やっぱり映像の方でこだわってきた、はい、特徴としてはどんなの？特徴として、特徴ですか？書き込んでる。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、OK です。今回受賞されて、受賞された喜びをまずお伝えしてもらえますか？正直に、やっぱり嬉しいです。本当にあの時間がなくてかなり焦って書いたものなんで、ちょっと作画的には自信がないんですけど、まあ、それでも、まあ、内容の方を見てもらえたのかなということで嬉しいです。時間があったらもっと、そうですね、もうちょっと書き込みたかったんでちょっと雑になっちゃったんで、今回の作品一番この見てほしい部分というのはどんなところなんですか？そうですね、やっぱり内容をちょっと練り込んだんで、やっぱりじっくり読み込んでほしいっていうところですね。字が多いんでちょっと敬遠されるかもしれないんですけども、内容が練り込んだつもりなんで、どちらかというとその映像、まあ、絵の部分とその文章の部分、文章の部分に力を入れて、そうですね、割とセリフ回しのテンポなんかを気をつけてるつもりなんで、こちらの方を見てもらえれば。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうぞどうぞ。次は例えばいつでもどうぞ。まず受賞された喜びを聞かせてみますか？はい、まあ、2回の2度目の受賞ですごく、嬉しいんですけど、思いっきり、前回佳作ということで今回は思いっきり準入選を狙ってたんですけど、やっぱそれに届かずちょっと、まあ、悔しいんですけど、まあ、本音で言えば悔しいんですけど、まあ、さらに、もっと精進してより良いギャグ漫画を描いていきたいと思います。今回の受賞された作品で一番見てほしい部分ってのはどんなところですか？まあ、これ見てもらえれば分かるんですけど、量の多さですね。量の多さ、はい、まあ、そうですね、それ量の多さで今回は勝負しました。じゃあ次回はまた応募して入選に、佳作以上であると準入選以上を取りたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあどうぞ。まず今回受賞された喜びを聞かせ願いますか？赤塚賞という有名な賞でこういうふうに受賞したので、まあ、喜びとプレッシャーこんな感じなんですけど、これからが、一番大変なので、努力したいと思います。今回この受賞された作品でここが一番見てほしいとかっていうのはどんなところでしょうか？とにかく下品なところです。例えばどんなことですかね？下品でくだらないこのあたりですね。また、今回佳作ですけども、また応募して今度入選しようとかっていうのはありますか？まあ、まだわからないですけどね、とりあえず救済を目指してた。はい、どうもありがとうございました。
でどうぞ、今回受賞された喜びを聞かせてください。まあ、確かに嬉しいんですけども、他の作品とか読んでたら全然自信がなくなったんで、まあ一回やり直しと思って、まあとりあえず今日は楽しんでるっていう感じで、で喜びっていうか緊張感の大きさ。今回の受賞作で、はい、一番見てほしいものってどんなところですか。とりあえずまあ、ギャグ一個一個はなんかあんまりその審査員の人とかにも評判良くなかったんで、とりあえず全体の流れで、まあ、一応兄弟愛ということでとりあえず描いてますんで、まあ、全体的な流れをじっくり見てほしいな。だから一個一個のギャグでしょうもなくと思ったんですけど、全体的に見て、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。